ね。はい、じゃあ、四分音符、八分音符、十六分音符、音の長さについてお話していきます。はい、まず上が四分音符です。はい、これが八分音符ですね。ちょっと形です。で、十六分音符。はい、っていう形です。で、拍っていう概念があります。はい、で、拍っていうのが、これちょっと救急の内容になるんですけども、はい、なんとなくお話ししていきます、はい、大体の楽譜4分の4拍子っていうのが多いんですね、うん、はい、で、後々はこれが変わったりするんですけども、はい、これの意味です。簡単にお話しすると、まあ、家が4軒あるとします、はいはい、まあアパートみたいな感じですね。1、2、3、4って書いてある、はい、アパートです。はい、で、これが四分音符の、四分音符って名前のアパートですね、はい、これが1、2、3、4ってあります、はい、まあこの1、2、3、4、この家の名前のことを拍っていうふうに呼びます、うん、はい、で、この中に、まあ この後ちょっとやっていくんですけども、四分音符、まあ四分九分も長さは一緒です、はい、九分ですね。こっちは四分9分で16分9分、はい、まあ大人としましょう。大人だったらこれは一拍なので数字でいくと1です、はい、はい、大人だったら1人しかこう入れませんっていう、はい、はい、だいぶちっちゃなお部屋になってます、はい、でもし子供だったら、はい、はい、まあ、子供に当たるのが8分音符と8分9分、はい、この下ですね、はい、これが 0.5 拍になります、はい、なんで2人までこう入れますっていう。ただルールがあって2人じゃないと入っちゃダメですっていう。1人だとダメですし、大人と一緒でももう容量がオーバーしてしまいますので、まあ2人で入ってください、はい、こういう形ですね、はい、はい、で、まあ四分九分、四分九分にしましょうか。四分九分、はい、っていうこのまあ、お家のこの1っていうのは、まあ、拍っていう、はい、まあ、1拍目です、2拍目です、3拍目です、4拍目ですっていう、でその中に音符がこう入っていくっていう、うん、そんな、はい、ものです、うん、これがあの拍っていう、はい、概念になるんですけども、今ちょっと話したんですけども、これが1拍になるんですね、はい、音符は1拍分の長さです。はい、まあ、1ってしましょうか、はい、で、0.5 です。ちょっと大変ですよ。0.25 なんです、はい、まあ、4分の1ですね、はい、で、よく表なんかで四分音符でこう分かれて、八分音符だと2つ分と同じ長さですとか、はい、で、16だとさらに、まあ、2つ分っていうので、まあ、結局4分の1っていうふうに表します、はい、はい、で、今回やるのはメトロノームをまあ、一拍として普段普通は取られますので、それを4等分してくださいっていうのが16分音符の速さです。で、速さちょっとかかるけしますね、はい、なのでちょっと今日は速さを体験していただきたいので、はい、ちょっとやっていこうと思います。あと余談なんですけど、いくつかちょっとあるんですが、はい、2分音符までちょっといってみます。2分音符っていうのもあります、はい、で、これが2分9分か、2分9分がこれが200分あります、はい、じゃあちょっと一緒に叩いていきましょう。じゃあこちらのメトロノームで出しますね、はいはい、これがテンポ80っていう範囲になります、はい、まず四分音符です。この拍に合わせて、こっちですね、叩きます。ちょっと一緒に叩いてみてください。はい、これが四分音符の速さになります。はい、なので、ピッてタイミングでちょうど1回叩きます。はい、次に八分音符いきます。八分音符は2倍、1、2、1、2。一拍の中に2番分入ります。まあ、ここと一緒ですね。1、2、1、2っていう、1、2、1、2。で、今回やるのが16分音符です。さらに倍の 4個入ります。そうすると、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、これが16分音符っていう速さになります。じゃあまた四分音符に戻しましょう。四分音符です。はい、そうです。今度じゃあ2分音符挑戦します。2分音符は1、2、1、2っていうんで遅く感じます。2、
正確には音がずっと伸びてるっていう形になります。これでカーカーカーって感じですね。四分音符はタータータータって感じですね。八分音符だとタータ